勤めの辺お勤めの辺おはよう。ついからもうカーテン、なんか晴れてきたんですよ広島。だからちょっとカーテン閉め切って、あのブーンって冷房にしました。二次元ポケット、ちょっとヘアアイロンしていこうかな。ちょっと気圧さ良さげだよ。でもさ、朝は雨だった。でもちょっとやっぱよく寝ちゃうよね。気圧の影響なのかわかんないけど、ちょっといっぱいよく眠りたくなっちゃうよね多分、低気圧の時って。暑いよ、暑すぎる。どうしたらいい？汗が止まんない。一個結婚してこの暑さを止められるならこの暑さを止められるならともさん、ハートありがとう。みゃんこ先生、たい焼きありがとう。ね、わかる。なんかさ、あの心配でございます。暑いのでこれで配信をしていこうかなと思います始まり方本当に自由。かき氷食べたい。うわ、こういう時こそかき氷。猛暑なの東京マジ。人生方向音痴さん、ミラボーありがとう。みゃんこ先生、たい焼きありがとう。貴族の皆さん、お疲れ様です。いかがお過ごしですか。2回しか言ってないらしき。私はコンビニ久しく行ってません。7月10日でしょ最後に行ったの。本当やばい。え、これ私最後に行ったの本当7月3日とかじゃないかな、2日とか、7月1日とかかな。そう、久しく行ってないです。でもコンビニの新作のアイスは食べたいから、どうしたらいいか迷い中です。アジー、サンソンさんハートありがとう。アジー、桃太郎みたい。桃太郎ってさ、こういう姿で鬼ヶ島行くよね。でも私が熱い理由はもう一つあって、さっき熱いご飯食べましたよ。でしょ。そう、新作のアイスが食べた。何この配信、さっきからずっと言ってるけど、あずいよね。ハチマキ、ママに聞いてみよう。新作のアイスはどうしますか。いや、まだ聞かんでおこう。まだ必要ない、必要ない。暑いよね。熱いもの食べました。まだメールを送ってないという事実にびっくりしてる。ちょっとメール送らせてよ、みんなに送りたい。今日意識が、あの眠りの意識から、あの起き上がったのは10時57分です。本当は9時ぐらいにも目覚めたのかな。でも結局10時57分に目覚めたので、あの見てみよう。そう、9時ぐらいにうーってなったけど、私は今回ね9時間寝ております。勝吉さんハートありがとう。暑いよねこの3日間。あ、でも昨日は7時間半、その前は7時間、その前は8時間。はすごくない？これなんでこんな早起きなの。あ、遅起き。
8時間50分、23時に寝とるわ、23時半に寝とる。でも6時間とか、うん、2時間はありえないよ。6時間、6時間50分、9時間49分、9時間18分、9時間半、4時間半、5時間、こんな感じですね。でも7月の平均睡眠時間ちょっと7時間23分4秒なので、今のところいい感じですね。いい感じ。アイスコーナー直行なら、それはコンビニじゃなくてアイス屋さんに行っとるから耐える。え、いい感じ、いいよね。それはもう免れるよね、これ。免れるよね、これ、このコンビニのアイス問題。確かに寝だめしたの偉い。私ももう寝だめできました。ちょっと明日明後日かな、明日は。でもえ、まだみんなにはあれなのか、言っちゃダメなのかな。でも結構明日明後日早起きだから、早起きスケジュールだから、ちょっと頑張りたいなと思います。コンビニの概念広げていこう。え、本当に私恐怖恐怖、本当に明後日とか特に恐怖恐怖恐怖。暑いよね。平均7時間超えは素晴らしいよね。素晴らしいのでは。たい焼きも食べたいよ。ママに聞いてみよう。ママにコンビニのアイスはコンビニ利用ではないことにしようよって言ってみた。午前中に脳みそ使ったの偉い、お疲れ様。たい焼き買いに行きな。たい焼き買いに行き。何この配信すぎるよね。じゃあ今からおはようメール送るよ。え、もう7月10日ですか、木曜日。やばいじゃない。うん、なんて来るかな。まだ既読ついてないです。もう7月10日？早っ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 。というか、達成感。うん、全国ツアー、あと10日後には全国ツアー。神戸にいるのみんな、やばくない？もう今年終わるで、今年終わる。もう暑いの引っ込んできた。アクアパッツァ、マリトッツォとか最近見てます？皆さんマリトッツォとか見ないよね。もう10日経ってる。7月始まったねから、やばい。ほんとマリトッツォ考えたら永遠に言ってる。
たい焼きすごいね、ほんと間違いない、間違いないよね。たい焼きって永遠に私たちのアイドルだもん。すごい、たい焼きングで誇らしいわ。たい焼きとかだるまみたいなアイドルになろうな、なろうな、なろうや。もうさ、広島朝のさ大雨がさ嘘のようにさ晴れてて、ちょっとびっくり。もう14時だ、やばい。皆さん いかがお過ごしですか。お仕事中とかなんか作業中とか、そういう お勉強中とかだったら本当すいません。ちょっとだけ付き合ってもらって、お付き合いくださいませ。告白じゃないですよ、付き合ってくださいみたいな、そんなんじゃないですよ。しないからルーチンがないと午前中仕事にならない。嘘、頑張って。あ、はかどりますか。ありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっとお供させてください、皆様のなんかちょっとひと手間に、ひと手間に、片手間に、何手間に鳴らせてもろて。焼き上手、すごい。サメなの、焼き上手なの、上手なのなんでね。白いたい焼き私も好き、久々に食べたい。夜雷鳴ってた、鳴ってたかもしれない。え、本当大雨だったよ、すごかったもん。え、君はカレン、今日休みなんだ、ゆっくりしよう。ゆっくり見れて嬉しい、よかった。いや、アメニキ本当に本気出してたよね、びっくりした。じゃリンパマッサージしよう、みんな。ポキ言うた、あ、え、停電した、怖いね。雷怖くないの。え、好きかもしれん、私雷。お腹の音みたいで、なんか聞いてて気持ちいい、 ASMR みたいな狂ってやがる何、おつともの変って何。九州と山口やっぱ大変なことになってるんだ。西日本、あ、そっか、大変だわ。大阪の広瀬では結婚して、なんやなんや、たい焼き毎日作ってくれるんか。ずんだん上手にはきっとずんだん、なんで上手、ずんだ似てるから、宮城だから。うん、雷の音みたいな、雷が好きな子と初めて会った。嘘、確かになんかおかしな子だね。僕が出会った子は雷が好きな子でした少女漫画の入り少女漫画の、はい、入り。あ、207日も連続配信ありがとうございます。207日、ありがとうあ、気仙沼、上手、ずんだ、ダンス、ちゃちゃ。宮城、そっか、宮城って仙台だからずんだ、絶対美味しいじゃね。
残念ながら3の倍数。うわでも私3の倍数好きだから嬉しい。白猫ちゃん可愛かった。気仙沼、気仙沼、気仙沼か、気仙沼いい。アホになる、なるしかないな、なる。え、雷が好きな人の心理として日常に刺激が足りないことが挙げられます。やばい、だから雷とか好きなのかな。本当に不謹慎なことを言ってしまうかもしれないけど、なんか台風の時の外のなんか音とか好きなんですよね。ボーってなってて、なんか夏休みって感じがするし、結構そういう自然の気象とか自然で起こることとか、なんか人間が人工的なものは抗えられ、自然には抗うことができないようなことがすごい好き。あ、入道具もいいね。気仙沼、ご近所なんですか。数百キロメートル単位で、それは近いのか、近いのか。刺激足りないんだ。え、でしょ、非日常感がいいんよ。そうなんよ。雷雨とか好き。え、正直めっちゃわかるでしょ。あとは本当に震度3ぐらいまでのあの影響のない地震は好きです。好きですというか、なんか揺れたってなって、ああこの地球に私は生きているんだなってなる。プレートの上に土地がありみたいな、それでおおってなる。だからちょっとワクワクしちゃうね。わかるでしょ、わかるでしょ。それ以上は怖いのでちょっと受け付けていません。なんかおお揺れたわみたいな。やっぱ非日常がいいよね。台風が好きな人はアドレナリンが分泌されてるの、たくさん分泌されてる。アドレナリンだ。たけさんハート音符ありがとう。うん、なるよね。土地に住んでんなって、断層の上に住んでるんやなって。わかる。停電するのとかめっちゃ好きだった。ほんと楽しかった。なんか真夏の日になんか停電、うわ停電した。なんか小学校の頃よく停電とかしてたじゃないですか、あの頃は。だから好きだった。高弘さんたい焼きありがとう。やっほー。免震構造のビル、え、どんなのなの。あまり深く考えない人は学校や仕事が休めるので嬉しいと考えます。あ、確かに。あ、そうなのか。台風でね。やばいよ、確かに。でもさ、私たちは、でもそっか、学校とか会社が休めたら嬉しいよね、お仕事とか。あくびが出ちゃった。休みにならんもんな。大阪のひろしだよ。ありがとう、たい焼き。あー、迷惑、迷惑っていうか、なんて、うん、嫌だね、それは。パソコンとか使うなら。あー、台風一過で晴れ上がった夜空。え、昔台風で停電した後、台風一過で晴れ上がった夜空がすごい星空で感動したことがあります。絶対綺麗だよね。でさあ、街の明かりも全部消えてるってことじゃん。そしたらさ、夜空がもっと綺麗に見えるんでしょ。いいね。たかひろさんハートありがとう。計画停電とかあったの。
そうなの。ひるたんありがとう。ビーチボー、ビーチボー。台風が通過した後、ああ大変だ。昔も大変だったんだな。え、この大雨はどこに行ったの今。もうさ晴れてるよ。ヘビーレインだったのに。あでも今日16時17時とかは結構晴れる。あ雨っぽいらしいよ。ちょっと天気予報雲のあれみたい。あもうすごかったんだ。へえ。予報。あ、で明後日は晴れる。明後日晴れてくれ。明日晴れてほしいよ。明後日はどっちでも大丈夫。え、恐ろしいことに最近リコちゃんの配信する時間のパターンが分かってきた。え、教えて。私どんなパターンでやってる。本日もとても可愛いね、優しいね。梅雨明けてほしい。でも多分もうちょっとだよね。日曜日何があるの広島。あ、もしかして来る広島グリーンアリーナに。あー九州北部と大阪が雨強いんだ。あー前線が居座ってるのか。タイヤキングッドイーブニング、タイヤキングッドイーブニング。ホワイトさんタイヤキありがとう。気まぐれのゲリラじゃなかったのか。私はちょっと準備する前、ちょっと何か予定がある前に配信をするのが好きですね。うん、最近は昼と夜が確かに多い。確かにちょっと朝に弱くなりましたね。雨の日はちょっと朝弱いです。私高弘さんたい焼きありがとう。2日目参戦最高かよ。東京激アツ、暑そう。絶対暑いよね。そう、たい焼きもろたでー。もろてって。わたやんさんたい焼きありがとう。もろてってよね。体を夏にする。夏にしていいね。暑いもん、本当に暑いもん。なっちゃんたい焼きありがとう。この後お出かけかなって想像してる。そうだよ、だからちょっと準備しなきゃ。出かける準備していかないと。ちょっと髪の毛はちょっとまとめてます。今日はねメイクしなくてもいいので。あ、私のメール届いたんじゃない。ほらー準備配信やばい。ちょっと離席します。今日偉かったことはまず朝洗濯をできたことと、食器もお料理しながら片付けたことと、あとさっきコロコロをしました。ちょっと引き出ししまんない。物がね多すぎますね。ちょっとうちちょっと整理整頓しないとなって。改めて思います。
なもんで。なもんでぃなもんでぃ面白いんだけど、なんかもうじわじわしこれみんなさ、私なんでこんなにゃねぃみたいなさ今日の、切り替え今日の枕カバー、私ちゃんと枕カバーね、毎日ちゃんと変えてるよ。ローテーションしてます。つまり毎日ちょっと洗濯するように心がけております。パチ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 、こんなもんでぃ。さっきからうるさいね、こんなもんでぃが。こんなもんでぃ、おっしゃ。こんにちは。タコ足は危険なの？じゃちょっと隠しとこう。あ、コンビニ利用。私たちのルール。でも大丈夫でした？ヤス君ハートホワイトはチゴ勝ち、たい焼きなっちゃんはだるま、バオバブさん、バオバブさんはたい焼き、ズーデスさんはゴルダル、おやっきーさんたい焼き、やすくんはゴルダル。洗濯機にネギ入れてるのめっちゃ面白い。豚しゃぶさんよ、豚しゃぶさん、私の大好きな。なっちゃん、ミラボー、わたやんさん、たい焼き、わたあめさん、ハート QOL 最高でしょ、ズーデスさん、たい焼き、サンソンさん、ハート、サンソンさん、ゴルダル、サンソンさん、ハート、ウッポさん、ミラボー、人生方向音痴さんもミラボー、ツーデスさん、サンソンさん、たい焼き、ありがとう。準備できたよ。あ、お財布忘れそう。あのそう、コンビニの定義についてそう語ってる。ちょっとうん、粉もんじゃないね。もう粉もんも作りたいですね。やばい、あのカバンにお財布入れてるから。でももうあと10分で私は家を出ますよ。忘れ物になっちゃうよね。カバンとかさ、なんか帰ると忘れ物多くなりますよね。やられたらしいノックアウトさん。お、成田のしんさん、 BKB さん、たい焼きありがとう。うん、忘れないようにするはみ出たネギ、そう、あれははみ出たネギたちです。はみ出るよね、ネギなんて。七並べ楽しかったね。四次元ポケットに隠せばいいというものじゃない。あ、恩返しはね、元から黄ばんだね紙を使っててね、紙がね分厚い半紙なんですよね。そう、分厚い半紙だ。でなんかちょっと加工がちょっと
と違うんですよ。分厚い。こっちはどっちかといったら大人っていうか、これは小学校の頃とかのからもう結構もう昔の紙に書いたんですよね。そう、はみ出ないネギはただのネギ。え、10分って読むのがさ国語的。あ、そうなんだ。うん、忘れちゃう。お財布だってもう忘れたらさもう一大事じゃん。うわーってなっちゃう。ママと今コンビニの定義可愛いスタンプでごまかす。そうなの。せーの、10分。そう、10分なんだよね。何なんだろうね。でもちゃんと10分って言うようにしよう。今日はですね、髪の毛もね、なんか寝汗、朝起きた時の寝汗が半端なくて。寝汗かきます？皆さん。お仕事頑張って。私もお仕事行こう。え、寝汗でびっしょびしょなるよね。めっちゃわかる。嫌な寝汗かくの？どうしてネギは歯に挟まるようになって一人前。ネギの成熟の。え、寝汗かくよね。もう大寝汗する。あるあるですね。これだけが一つにまとめました。ね、よだれやばい。え、私あんまよだれ出さないタイプかもしれん。これは知る人ぞ知るたい焼きでございます。ネギしょって歩いてるのおもろい。カモネギやん。カモネギしてた。捕まるで、ポケモントレーナーに。間違えてポケモンボール投げつけられるで。でもさ、寝汗かいてたらさちょっと汗かいてるみたいな感じでさ、なんか汗かいてデトックスされた気分になってめっちゃ嬉しいかも。ネギは飛び出して熱ってなるのが思春期。なりそう。飛び出して熱って何？ポーユーさん、そうだね、たい焼きありがとう。産毛を大切にしながら今日も生きていこう。代謝いいのかな。寝汗ってなんだろう。え、じゃあ最後にちょっと寝汗について調べて終わりましょう。暑いのかな。普通に寝てる時に寝汗をかくのは何ですか？人は睡眠時に体温を下げることで深い眠りにつこうとします。体温を下げるためにかく汗、それが寝汗です。健康な大人で一晩にコップ一杯ほどの寝汗をかくと言われています。つまり寝汗は良い睡眠を得るために必要な自然な生理現象なのです。お、すごい。体温を下げるように頑張ってて、ってことじゃん。いいんじゃない。だからいいこと、寝ようと寝ようと体が頑張ってくれてる。面白いね。ミキヤくん、ハートありがとう。そう、ネギはさ、武器になるから。健やかゴリラさん、たい焼きありがとう。いいことじゃん。ね、ありがとう。なっちゃん、いいね、ありがとう。冬でもそう？じゃあもう、体温下げようと頑張ってるんだ。首周りにだけ汗かくな、病気。そうなんだ。本当だ、なんか書いてる。接地面とかよく汗かくよね。書かないと逆にあかんですな。
フォーユーさんバラありがとう。え、そう、遠汗遠感。今母と、やばい、もうこんな時間、母と連絡してたらもうこんな時間になっちゃった。じゃあ行ってこなきゃ、もうこんな時間じゃん。みんなありがとう。ママとちょっと連絡。よーし、じゃあ皆さん今日も頑張って行ってこようと思います。皆さんも頑張ってください。今日はねちょっと鬼ヶ島に行こうかなと思います。外でサメ泳いでる、気をつけるわね。天気良くなってよかった。気をつけよう、みんなもサメには注意だね。じゃあ行ってきます。皆さんありがとう。39位からコウトキさん、 BKB さん、ジャワパングさん、ソノミさん、ヤスくん、タカヒロさん、成田のしんさん、おかゆさん、ヨウくん、クマケンさん、ナベナベ所長、ユートンさん、モビさん、渋谷ヒカルさん、月見草さん、エレメンツさん、ソニさん、ムッチョさん、キャスパーダイくんさん、フッチーさん、イシちゃん、ブンちゃん、マシャさん、メミフィーさん、ドンキのペンギンさん、ミャンミャンミャンさん、サトケンさん、ウッポさん、バオバブさん、ズーデスさん、ホワイトはチコガチさん、ボヤッキーさん、ミューラーさん、そして本日の秋元先生枠はスー先生です。ありがとうございます。バタヤンさん、なっちゃんさん、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はサンソンさんでした。サンソンさんありがとう。初めて男女3位。第2位は健やかゴリラさんでした。ゴリラの絵文字かわいいよねそして第1位は人生方向おじさんでした。ありがとう。元気、風邪治ったありがとうございます。皆さん、みんなも気をつけて行ってきてね。頑張って、私も気をつけて行ってくるわ。一人出たじゃんか。え、ほんとさ、キャンセルしたくなるさ、あの暑さでしょ。気をつけていこう。水分取りながら頑張る。ありがとう、優しいわね。みんな行ってくるわ。健やかにね、みんな健やかに生きて、健やかに生きて。うわ、おりちゃんハートありがとう。9割よかった。ほんと3位お初やったね。ありがとう。フォーユーさん全然全然大丈夫ですよ。ハートありがとう。頑張って。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。それでは行ってきます。健やかに、健やかにねあ、なっちゃんアイスありがとう。では健やかにまたね。いや、あ、でもまだあるし、余裕あり、ありよ、ありありありよだよ。ね、またね、バイバーイ。今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ。せーの、えいえい、おー、健やかに。いっつも忘れる、これいっつも忘れるよね、私これ。健やかにね、えいえい、おーだよ、みんなだね。まったねにゃんにゃん。そう、思い出す。今日も元気に頑張りこち。